はい、皆さんこんにちは。メガです。タカです。キロングです。私たちは沖縄にいます。これ私たちのレンタカーです。車借りてこれからドライブに行きます。そう、那覇の国際通りでいろいろ食べてショッピングしたいと思います。というわけで早速行きましょう。というわけで今ホテル出発したんだけど、すぐ近くにねビューイングスポットが1個あって、それがマンザモーっていうすごい景色がいいらしいので、一旦そこに行って景色を楽しみたいと思います。そして車最高です。いやーこれはね欲しくなりますよ。いやーいらん。着きました、マンザモー。これめっちゃ新しくない？すごいモダンな建物だもんね。2ヶ月前ぐらいにオープンしたばかりの場所。景色で、ちなみに私たちは泊まってるのがあれだよ、 ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートです。ほんとの半島みたいになってるところにホテルがドーンって置いてあるところかな。ウニポズアイス、ほんとだ。プチプチするのかな。ゲレンデは意外と大きそうに見えるんだけど、運転してるとめちゃくちゃ取り回しいから、でアイポイント高いでしょ。めっちゃ高い。決まったよ。普通に K でいいよ。やだ、 K は何も面白くないよ。でも A から B に進む、安く A から B に進む。毎日乗るからこそいい車乗った方がいいでしょ。ね、皆さん、皆さんどうですか。ゲレンデ買ってほしいっていう人はいいねボタン押してください。このさ、聞いたら分かると思うんだけど、この遊んでるね。鍵を閉めたり開けたりする音が本当にこうギミックみたいな感じですっごい気持ちいい。ちゃんとしたナビが入ってるのにタカが道を間違えるのがよくわかんない。レナがこう言わなきゃいけないから、ここで右だよ。俺は機械と喋りたくない。ここで右。俺はレナと喋りたい。ここで右。これ U ターンすればいいんじゃない、右じゃなくて U ターンしたらいいんじゃない。別に U ターン気にしないでしょ。やばい、ゲレンデがでかい。でかっ。計算できなかったね。危ないことをしてるね。レッド取ったのに何をやってるの。違う、レッドに行けるとこが2本あったのよ。いや、なかったよ。もう一回間違えたらもう終わりだよ。どこで曲がればいいんだっけ。だから 200m 先にここを右に曲がって、ああやっと行けるね。リラックスリラックス、こう人生は長いよ。リラックスリラックス。もうタカと一緒の人生は倍ぐらい感じる。ちょっと今からレナさんがゲレンデを運転します。でも女の人がゲレンデ乗ってるってかっこいいからね。うわかっこいいじゃん。ゆっくり行ってね。本当だな。おい怖がらないで。怖いんですけど。それすげえ、お何をやってる、なんで急ブレーキしたの。間違えた。これブレーキしてね、ブレーキしてね。何を怖がってるの。そこ突っ込むかなと思って。レフトね。そうレフト、もう次間違ったらレナがブチ切れるよ。そうだよ、ま、皆さんわかる、レナめちゃめちゃ怖いよ。そうだよ、怖がって。ちょっと今からは那覇の国際通り、国際通りで食べまくります、うん、そうしよう。はい、スポット1、カルビーのお店。タカの大好きなじゃがりこの違うバージョンがあるらしい。うわ、もううまっ。じゃがりことは全然違う食感だね。うん、こう外がカリッとしてて中はこうふわっとしててあったかくて超うまい。国際通りから商店街みたいな道がいくつかあるらしくて、
か平和通り。平和通り入ってきたんだけど人が全然いない。そう、なんで？で、なんか食べ物屋さんかお土産屋さんか、ね、シャッターかみたいな。意外とシャッターで閉まってるお店も多い。沖縄で有名な紅芋タルトの専門店みたいな。紅芋タルト超有名だよ。しかもめっちゃ美味しいよ。食べたことないよ。名物でしょこれ。元祖紅芋タルト。そう、これめっちゃ美味しい。これを食べなきゃいけないでしょ。これまた違うでしょこれ。紅芋生タルト。生タルトも買ってみる。うん、食べ比べしましょう。うん、美味しい。ね、うまいよね。ちゃんちゃんちゃーん。ベニーも生タルト。うわ、すごっ。下にカスタードとクリームが入ってる。ああ、そういう感じなんだ。うん、食感全然違う。どっちが好き？最初の方かな。シーサー専門店。全部シーサーのお店だね。この上にもなんか本当にもうでかくドーンって飾る。すごいよ、ね、3万、3万、4万、5万とか。あんまり肉めじまさんで結構サクサクして食べやすい。プチ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 してる。うまい。美味しい。 YouTuber やってる。うまっ。 YouTube やってます。すごい。うまっ。まあ、確かにうまい。なんかこうプチ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 ってある。夜ご飯の時間です。ライブをやってるところで入りましょう。お腹空いてきた。そうだよ、お腹空いたから行きましょう。島唄ライブ山島です。行きましょう。シークワサジュースです。いただきまーす。いただきます。お通しってなんだ。ね、なにこれ。お、わからん。お、わからん。あ、ゴーヤだ。ジーマミ。ジーマミ。ジーマミ。あー、でんかった。おならバッグ何出そうかなと思って。モズクの天ぷら。はい。おお。これ全然ありじゃん。あっ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 。この焼きそばの量がちょっと。沖縄焼きそば。ファミリーサイズ。うん。めっちゃさっぱりしてる味。うん、うん、うまい。お、始まる。皆さんこんばんは。こんばんは。この鳩間島はどこにあるかご存知ですか？じゃあ聞いてください。島島会社。今日こちらに来てくれて本当にありがとう。ザウェルカム鳩間島Thank you very much。 本日どうもありがとうございました。ライ
ブが終わりまして、終わりましたね。時間も遅くなりまして、今ちょうど8時半過ぎぐらいかな。本当にここ島唄ライブ鳩間島、ここに来てよかった。今日本当に来てよかった。マジで本当によかった。この動画がここで終わりにしたいと思います。面白かったならぜひいいねボタン押してください。まだチャンネル登録してない人は今ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。